どうも、坂本です。今回はウォーキングを続けることで体に起こる変化っていうのをお伝えしていきます。意外とウォーキングやってる人ってなんとなく体にいいからでやってる人って多いんですね。で、しっかりウォーキングを続けることでどういう体の変化があるのかっていうことを理解していれば、これから先ウォーキングにより取り組もうっていう意識も強くなりますし、結果それが健康にもつながっていくので、しっかりね、今回の動画でウォーキングの効果ですね、学んでいってください。それとですけれども、ウォーキングなんですけれども、こういった運動系っていうのは、体に痛みがある人はやらないようにしてください。痛みがある人は、まず運動よりもその痛みを治す、こっちを先に優先してからウォーキングをするようにしていきましょう。じゃあ早速一つ目ですけれども、ウォーキングをすることで体に起こる変化、ストレス軽減効果です。現代社会とか結構ストレスとかがあって、そういう疾患とかでも悩んでる人って多いと思うんですけれども、ウォーキングをしてあげることでセロトニンっていう物質がですね、増えていき、これはストレスを軽減させる効果がある物質になります。で、このストレスを軽減させるためのウォーキングなんですけれども、いわゆる有酸素運動的な、こうしっかり腕を振って早く動くとかですね、そういうのとはまたちょっと違って、ゆったりとしたリズムで呼吸をですね、深くしてあげる意識をしながら歩くことによってストレス軽減するような効果っていうのが得られます。プラス、日光を浴びながらやってあげると、よりセロトニンっていうのは増えるので、できれば夜とかでなく、一番いいって言われてるのは朝日ですね。朝日を浴びながらウォーキングをしてあげる。まあ、昼でもいいんですけれども、朝日の方ができるだけいいです。ここを意識しながらやるようにしてもらうことで、ストレスというのが軽減していきます。で、二つ目なんですけれども、二つ目は血圧や血糖値を下げる効果ですね。で、この血圧や血糖値を下げる場合なんですけれども、これは研究のデータとかで出てるんですけれども、強度を強くしてあげた方が、より下がる値が高いって言われてるんですね。血圧や血糖の。つまり、この血圧や血糖を下げたい場合は、ゆったり歩くよりは、少し強度を上げてですね、脈が少し速くなって、汗ばむ程度でやってあげるのが一番効果的です。とはいえ、大体ウォーキングする人って、大体30分から1時間ぐらいやる人が多いのかなと思います。この30分から1時間を汗ばむ程度、脈が速くなる程度でずっと歩き続けるってなると結構大変に感じる人もいると思うんですよ。で、あまりに強度を強くしすぎてそのせいで故障してしまったりとか、逆にそのせいで嫌になってやめてしまうと何の意味もないので、長い時間強度を上げてやるのが辛いっていう人は時間を短くしてあげてください。1回1回の10分前後ぐらいでいいです。この10分前後の時間を少し脈が速くなるような、ちょっと強度を強くしてやるようにしてあげると、血圧血糖っていうのが効率よく下がっていきます。で、血糖についてもう一つなんですけど、血糖値を下げる場合っていうのは、実は食後に運動してあげるのが一番効果が出るって言われています。食後30分から1時間以内の間に10分間のさっきのウォーキングをですね、入れてあげると一番血糖が下がりやすいです。例えば朝食を食べた後1時間以内に10分、さっきのようなちょっと早歩きとかでですね、歩いてあげる。で、昼ご飯の後も1時間以内に10分歩く。で、夜ご飯の後に1時間以内に10分歩く。こういったように分けてやってもらうことによって、効率よく血糖値、もしくは血圧っていうのを下げることができます。で、ウォーキングの効果、3つ目ですけれども、この3つ目は骨を強くする、つまり骨粗しょう症を予防するということです。骨粗しょう症に悩んでいる人で結構薬飲んでいる人とかって多いと思うんですけど、骨を強くしようと思って一番手っ取り早いのは骨に刺激を入れてあげることなんですね。実際に痩せている人で太っている人、骨の強さを調べてみると、大抵の場合で太っている人の方が骨の強さって高いんですね。まあ、骨密度が高い状態にあるわけなんですよ。これって何が原因でなっているのかっていうと、太っている人は体が重いので、それを歩く時とかに支えないといけない。つまり痩せている人に比べて骨に刺激が入りやすいんですね。体型っていうのは太ることによって変えることができますけど、身長が同じぐらいだと骨の太さってそんな変わらないんですよ。身長が同じぐらいだったとしたら、太っている人の方が一歩一歩に骨にかかってくる刺激って強いんですよ。だから骨密度が高くなりやすいんですね。なので骨粗しょう症とか骨が脆くなってきているっていうので悩んでいる人は、ウォーキングとかをしてあげて骨に刺激を入れてあげるようにしてください。さらにこれにプラスをして、ウォーキング以外に筋トレとかを入れてあげると、より強く効果を出すことができるので、余裕のある人はウォーキングにプラスして筋トレも入れていってあげてください。ただ骨粗しょう症で悩んでいるぐらいの年齢の人だと、いきなり同時にやっちゃうと、それのせいで怪我をしてしまうリスクとかがあるので、まずはウォーキングから始めて、慣れてきたら少しずつ軽い筋トレを入れていく、こういった感じでやるようにしてください。で、4つ目なんですけれども、4つ目は脂肪燃焼効果です。
これはなんとなく意識してやっている人って結構いると思うんですけれども、実際ウォーキングなどの有酸素運動っていうのは脂肪燃焼効果っていうのがあります。ですが、なかなかウォーキングだけで歩いているだけで効果が実感できるまで落ちないっていうのも結構あるんですね。なので、このウォーキングの脂肪燃焼効果っていうのを増強させるために、ウォーキングの前に一工夫入れてあげることで、このウォーキング中の脂肪燃焼効果っていうのを増大させることができます。で、その一工夫って何かっていうと、それは筋トレです。実はウォーキングなどの有酸素運動のその前に筋トレを入れてからウォーキングなんかやってあげると、筋トレをすることで体温が上がって代謝が上がった状態でウォーキングに出発することになるので、ここのウォーキング中の脂肪燃焼効果っていうのがすごく上がるんですね。さらに筋トレすることによって成長ホルモンっていうのが分泌されます。この成長ホルモンっていうのは脂肪燃焼効果を高めるものなので、それが分泌している状態でウォーキングすることになるので、そういった意味でも脂肪燃焼効果っていうのがアップします。なので、毎回ウォーキング行く前に絶対筋トレを入れる必要はないですが、1週間毎日ウォーキング行くのであれば、そのうちの1回から2回、余裕があれば3回ぐらいですね、ウォーキング前に筋トレを入れて、その後ウォーキングに行く日っていうのを作るようにしてください。で、ここで結構疑問に感じる人多いと思うんですけど、逆にするとどうですかって聞いてくる人いるんですけど、逆はあまりお勧めしません。絶対にダメだっていうことはないですけれども、脂肪燃焼効果っていうのは得られないと思ってください。まず逆にしてしまうデメリットなんですけれども、先に有酸素運動をやってしまう。有酸素運動の強度の強さにもよりますけど、結構強めの有酸素運動をしてしまうと、筋トレする前に有酸素運動で筋肉が疲労してしまうんですね。なると筋トレ効果っていうのがまずそこで 100% 発揮できない。筋トレする前にもう筋肉が疲れているわけですから、100% の筋トレができなくなってしまう。さらにそのせいで筋トレ中に怪我のリスクっていうのも上がってしまうっていうことです。なので脂肪燃焼を目的としたウォーキングとかをやる場合であれば、ウォーキングしてからの筋トレっていうのはお勧めできません。ただそうではない場合であれば、別に逆にしてもらっても全然構わないです。次がウォーキングをする一番のメリットになりますけれども、何かっていうと、末梢にある毛細血管が増えるっていうことです。実はこれがウォーキングをする上で一番のメリットになるんですね。で、毛細血管増えると何がいいねんって言うんですけど、毛細血管って体中に血液を送る働きをしているんですけど、その血液をめぐる毛細血管、つまり数が増えていくことによって、血流っていうのがまずスムーズになるんですね。血流がスムーズになると、体の隅々にまず栄養っていうのが行きやすくなるんですよ。なので単純に言っても、これだけで体のあらゆる不調っていうのが軽減する、こういったことが起こるんですね。さらに血流が良くなることによって、代謝っていうのも良くなります。つまり体温も上がるわけですね。だから免疫能力とかも上がりやすいです。つまり風邪とかウイルスとかですね、そういうのにも強くなっていく。で、毛細血管が増えて血流が良くなるわけですから、全身に栄養が行くわけなんですね。つまり栄養が行かなかった今までに比べて、常に細胞にパワーをエネルギーを送る状態になっているわけですから、同じことをしても疲れにくくなっていきます。さらに血流がそうやって良くなることによって、脳とか心臓とかですね、ここら辺の病気のリスクっていうのも下げることができます。つまりは脳梗塞であったりとか心筋梗塞とかですね、こういったようなリスクっていうのをぐーんと下げることができます。毛細血管の数っていうのは、だいたい1週間から2週間ぐらいウォーキングをしっかりやってあげることで、今ある数の倍ぐらいに増えるって言われています。なので比較的簡単に増やすことができるので、しっかりやっていくことで、こういったリスクっていうのを下げることができるお手軽な方法になるので、ウォーキングっていうのは健康目的というのであればかなりいいと思ってください。で、ここまででウォーキングの効果ですねっていうのをお伝えしてきたんですけれども、こういった効果もウォーキング自体ですね、それが正しくできていないと、逆に自分の体を痛めつけることになってしまうので、今から正しいウォーキングの方法ですね、それをお伝えしていきます。はい。じゃあウォーキングの効果を出すためにどうしていけばいいのかっていうことですけども、ウォーキングの効果を出してあげる一番の理由は、関節をできるだけ大きく動かしてあげるってことなんですね。で、ウォーキングをするときに特に動かしてほしいところは股関節。この股関節と腕ですね、ここのこの肩、この2つの関節をしっかり動かすイメージを持ってください。せっかくウォーキングに行ってるのに、下を向きながらこういう風にちょこちょこ歩いていたりとか、こうやってふらつきながら歩いていたりすると、効果が出ないどころか、その無駄な動き方のせいで逆に他のところに負担かけて痛める原因になってしまうので、しっかり関節を動かすですね。これを意識してやっていきましょう。で、ウォーキングするときなんですけれども、目線はですね、絶対まっすぐ、この下を向かないようにしてください。で、手ですね、肩を
動かして、こういうふうに手を大げさにまず振ってください。ウォーキングするときは特に大げさに振ってくださいね。で、このように手を振ってもらって、この状態で股関節も同じようにこういう感じですね、できるだけ振ってあげる、歩幅広くして歩いてあげる。これをすることで関節周りの筋肉っていうのが伸び縮みして動くので、血流っていうのも良くなります。この3点注意するようにしてください。目線まっすぐで腕を振る、歩幅を広くする。では次回の動画でまたお会いしましょう。